どれって言われたらね、思い入れがやっぱ一番。マジとそれ勝てないですね。高田さんが自分のスーツ以外に履いてたりとかすると若干嫉妬するやつです。そうです。元恋人みたいな。はい、写真。ここからは俺のステージだ。そうですね。あの緊張ですね。あのこれまでその一枚こう被ったっていうか覆ってる状態でカメラ前に立ってたんですけど、それをこうキャストオフして、キャストオフしてでこうセリフを喋る、それもこれまで一緒にやってきた4人と向き合ってっていうのはもう緊張と気恥ずかしさがもうこんなになっちゃって、うん、あの楽しくもあれば本当にもうドキドキでしたね。なんで睨むっていうの？睨んでる。見ただけで睨むって言われてる。キャラクターガラッと全然違うのは井上なんですよ、まさかの。ああ、はいはい。うえーいっていう。それ、そのキャラどっから生まれたのって思いながら。悩む通りです。その当時あの一緒にやった頃 の役柄と全くその違う、そのまあ、当時はあの、ね、悪ガキな役なので、まあ、そういうキャラなんだろうけど、どっから引っ張ってきたんだろうキャラだから、あとはあのみんな、まあ、割と普通というか、そのキャラクターに沿った、ここだけなんか一脱してた。西さんの声が結構やっぱ沿ってるんじゃないですか。そう全然西目だったもんね。そうですね、路線が違うだけでって感じですね。元気の路線が違うだけって。そう、元気の路線がちょっと違うだけで。そうですね、うん、あの人を守るか爆弾仕掛けるかみたいな路線だったと思います。あの人間自体とも変わってますみたいな感じです。あんまりそんなに、はい、椿もそのブレードの頃とお芝居雰囲気とかっていうのは当然ガクも僕結構それこそライダー終わりで結構そのなんていうか正義感ある爽やかな役とかいっぱい来るのかなと思ったら、僕意外と悪役ばっかり来てて。だよね、犯人役とかなんか真逆だったよね。で結構僕も演じてて楽しい方って言ったら結構悪の強い役とかすごい好きで、でも不思議だなと思いながらめちゃくちゃやらせてもらいました。やっぱりスイッチ入るとね。そうです。でスイッチ入ってくるこれがこれがっていうか井上が本当に面白かった。あ、どこから出てきたのキャラ。いや、僕からですね、なんか、いやイメージで、なんかスタートちょっと面白かった。なんかでも高谷さんのお芝居っていうこと自体結構初めてじゃないですか。いや、めちゃくちゃ渋くてかっこよかったです。うん、確かに、みんなが気にするんだろうっていうのはちょっと気になりましたね。みんなが知ってるのね、お面かぶってる時とか、はい、そのテストの顔だけ出してきたライダーみたいな時とか、なんか下目かぶってこんなんぐらいの。それこそなんかお話してて思ったのが、面白いの高岩さんらしいなと思ったのが、普段スタントアクションに慣れてるから素面でアクションした時に顔を隠してしまうっておっしゃってたんですけど、だからそれって本当に高岩さんならではなんだなって思って聞いてましたね。吹き替えね、はい、でも今回素面でやられるから顔を売らなきゃいけないんだ。食べてそうだね。っていうのがなんかこうする癖が、はい、っていうのが高岩さんらしいなって思いましたし、うん、なんかならではだなって。一番恥ずかしかったシーンはどんな感じのシーンですか。やっぱりやっててこう市場が挟んで恥ずかしいみたいな。事務所のシーンかな、ブラインドをこう覗いてなんか人を見てて、はいはいはい、で社長室からレミが出てきて、レミさんお家までお車でお送りしますみたいな一言が。なんでそこなんですか。おたげとかじゃないですか。他のあのシーンのセリフって、はい、やりながら俺ライダーに置き換えてたの。どういうことですか。俺ライダーだ、俺はライダーなんだ、目かぶってるんだ、はい、俺かぶってる、かぶってるって手で芝居してたから、まだ、はい、重いシーンとかは、重いシーン結構あるじゃない、ライダー。あ、そうですね、特撮も、はいはい、レミさん、お車でお家までお送りしますなんて、過去、そんな言い回しのセリフって特撮にはなかったです。ああ、そう言われたら。しかも変身後のセリフではないですよね、確実に。そう、でもないから。意外なところが。それ多分ね、誰も分かってくれないと思う。いや、それ片岩さんしか分かんないですよ。俺にしか分かんないと思った。すごい。怒られる筋じゃないんだけど。なんか変な因縁がついちゃってるんですけど。みんなでね、作品盛り上げて。どんどん怒られてできると思ったんですけど。
夏あんだけ頑張ったのそうですよね。でも僕は拳が痛い方でしたよ。なんかそれこそ一緒のキャラクターを作り上げてきた人と対峙して殴らなきゃいけないっていうんで、なんか自分殴ってるみたいな感覚で僕逆に。ほら、うん、なんかほらやっぱマー君残忍だなって思って言ってましたけど、当たんないかなとか思いながら、すっげえもう蹴りとか当たんないかなとか全部避けられましたね。あのナイフアクションマジかっこよかったっす。というよりなんかもうその以前に高山さんと対峙してること時点でもう高山さんにすみません申し訳ないですっていう、なんだろう、一心同体でその1年間やってきていたので、なんかもう対峙してる時点で申し訳なさがあって、何やってるんだ俺はと思いながら、いや仕事してるんだよそう、それは別に申し訳ないとか頭では分かっててもなかなか、はあ、それ多いなと思いながら、でもやっぱ変な気しましたよね。椿がこうナイフ持って僕にこうシャッシャ、何すんだけのことあるお前俺はお前に変身こうやってたんだぞそんな俺にナイフ向けんのか、瞳孔開いてましたねもうナイフ見てこう椿くんが目見開いて笑ってるとマジ怖いっすよ。マジで怖いじゃあ自覚はないのよ。いやもうロシアンルーレットのくだりかっこいいよね。よかった、あの撃たれる瞬間に避けてパーンってナイフで切りつけるとことか、あとナイフっていうのが、ね、ブレイドとなんかちょっとオマージュされてて、うん、なんかちょっと熱いですよね。今回は語れるアクションもやってない、ぶん投げられて終わりだったんで、鉄パイプでバーってきて行って腹パンドーンやっただけでうんうんっていや立派なアクションだと思いますけどね君とかそうですね。またでもその劇中でこう西目にこう刺されるっていうのが複雑な、結構な致命傷になってましたね。お前もかお前のために俺は1年間穴で返すのかえぐるんですよで多少ショックありますよね、高山さんを刺すっていうなんかシーンとかも、うん、なんかでもボコればボコるだけ作品は盛り上がると思ってます。そうなんですよでまたこの両サイドの井上もリーチが長いんで足も長いし手も長いし伸びてくるんですよ。いや本当だって僕見学させてもらってたじゃないですかそのマー君と高岩さんのシーン、もう顔面スレスレでマー君も狙いに行くし高岩さんもそれスレスレで受けようとするからガチでマジこれ当たるじゃんみたいないいじゃないですか。もう潰しに勝ったもんね。はい、もうあの素手頃ジャンキー破壊者だったでこっちも遠慮ないんですよ俺だって壁蹴ったじゃないですか、バーンって蹴った時に俺壁後で見たら壁へこんでたんですよあれね、はい、セット壊しちゃってセット壊しちゃって決着つけようかって言って最初の飛び火だけに、はい、あれとかもあれ怖かったの。すいませんでした来た来た本当にやっぱり高岩さんだから僕らも全力でいけるし、 その信頼感というか関係性が あるからこそのこうなんていうか本気でいけるし本気で受け流してくれるし受け止めてくれるっていう、この僕らでしかできないようなそのアクション表現にはなってるんじゃないかなっていう。それはあるかもしれない。いや本当高岩さんだからですよ。本当現場でアクションの振り付けするときに高岩さんは上でもちろん主演なんで他のシーンもやるんで上で芝居してる間にこれアクション先覚えておいてとりあえず楽して楽してやろうと思ってそして必死になって覚えるんですよ。で覚えてこう現場来るじゃないですか。で高岩さんそこで初めてアクションをつけられて、でなんかちょっとこうちょっと待ってとか言ってこうテストの時はなんかすごいあの時間かかりそうな素振り見せるんですよ、うんうん、高岩さんでこうやるじゃないですか。で本番入るじゃないですか、動き全然違うんですよめちゃこうパッ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 みたいな感じで来るからおおってなるんですよあれわざと演出で演出でちょっと待ってちょっと待って言いつつもうカチンコ鳴ったらバッチバチに綺麗なアクション決めてくるから、僕の代わりのスタンドインの女の子はい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 、じゃあちょっと高橋さん来たからやってみせてって1連覇あってやるじゃん、覚えられるかこんなもん。いや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 速攻でもなんか即興性がすごいですよねやっぱ、うん、必死やって本当覚えなきゃ今日終わらないと思うからじゃあなんか憲法のなんかやつでなんかすごい特殊な盾が多かったじゃないですか、ね、寝技とかもあったりしたっすよね、うん、なんかよくこんなのすぐできる、まあ、だから本当に今まで自分がやってきたアクションスタイルじゃないからこれやばいなと思って本当にそこだけシャーンと集中して、うん、あのスピード感、うん、本当にいやさすがだなって思いましたね。やってたらライダーをずっとやられた方だからできるんだなっていう、うん、いやどこなんだろうね、
で、その監督と その坂本監督と高岩さんと その信頼関係というか、うん、ならではのこうスピード感で進んでいく様が、あ、これが一流なんだなって普通に思いましたね。ちょっと西野さんの方、はい、あの対談ありがとうございます。命を返す爆弾マン。いや、そう考えたよね。よく考えましたね。キャッチコピーです。これびっくりしましたね。あのキャラクターが全く違うじゃないですか。でもこの盛り込んでくる、もう笑っちゃいました、なんか素直に。海岸って海岸アイドルストーカー、海岸アイドルストーカー目覚めちゃったのか。グッドモーニングとか絶対さ、飲みながら考えたよね。深夜とか深夜テンションだもん。そうそう、井上さんのこいつがいのステゴロジャンキー。そうですね、ちょっとくすぐったい。みんなちょっとくすぐったいぞ。ちょっと懐かしいな。ちょっとくすぐったいぞ、くすぐったいぞ、バーンみたいな。作中ではそういう感じなんですかね。全然くすぐったいとかでも痛いですけどね。結構思ったのが、いや別にライダーのキャストが集まったんですけど、そんな予告編も仮面ライダーの映画みたいになってますけど大丈夫なのかなとか思いながら。すごいギャップありそうですね。そう思って見た人が確かにこれ仮面ライダーの映画です。嘘言わない、嘘言わない。僕の役だけ一応なんか二面性がある役だったりとかするんで、その一人だけ結構恥ずかしめを受けてます。タイトルすごいよね。恋愛が俺のステージ。待って待って待ってみたいな。ちょっとね、いつ俺のステージになったんだみたいな。それ俺ちょっと役でガチ真剣に恋愛は俺のステージだって言ってほしい。絶対言えないよ。いやだから、ちょっと言ってほしい。多分やっぱ考える人も結構ネタバレも要素もあるから、うん、悩んだんだなっていうのがちょっと見えちゃって。はいはいはい、一番なんか恥ずかしめの感じの感覚を受けちゃってるんですけど。もしだからライムのキャラクターでそのセリフがあったらどんな感じに。いや、なんで言わそうですか。なんで言わそうですか。いや、マジで。そもそも一番かっこいい感じで。あ、一番かっこいいですね。レイドを持つギャンブラー。いや、とはいえ、あの仮面ライダーブレードは皆さんと違って、あのキャッチコピーがない時代というか、もう決めセリフがみんなあるから逆に羨ましいです。僕はなんかまだしっくりこないというか。でもキャッチコピーがあればあるほどめちゃくちゃ遊びたい方でございますよね。でも命燃やす爆弾マンとか関連付けがすごいな。恋愛は俺のステージだ。マジで恥ずかしいんだけど。俺に恋愛要素ないでしょ。いや、そもそもむちゃくちゃイケメンです。リアリティーショーとかに出てほしいな。やだな。そうですね、今回のチームワイデンっていうあのチームが、あの僕の嫁が代表でやってまして、それ僕は、まあ、アクション教えてあげてるだけなんですけど、今回ちょっとあのチームを何人か参加させていただいて、で、まあ、そこに、まあ、僕の次男坊がいるんで、監督の計らいで親子対決を作ってくれて、あれ胸熱でした。で、あのそうですね、ちょっと照れくさくさもありながらちょっと親子対決をさせていただきました。でもしっかり現場では本当俳優としてこう息子さんと絡んでらっしゃって、現場終わって帰りちょうどお会いしたじゃないですか、うん、でもしっかりお父さんの顔戻ってましたね。息子だけが出てる時はもうその瞬間だけはステージパパみたいな顔を見てますね。お子さんからしてみたら嬉しいですよね。そうやってお父さんと共演できて、でお父さんの凄さっていうのを肌で体感できるんで、うん、いやそれどこじゃないと思う。本人はどんな感覚なんですか。役もらってセリフもらってって言うからもうこうなっちゃって、はい、お父さんはこんなにセリフを覚えてこんなに動いてるのに自分はこれだけにこんなエネルギー使わなきゃいけないんだみたいな。いやそれよりも佐野岳さんいい匂いするそこなんですか。めっちゃいい匂いする。いやもうこうなってる中でもその匂い、岳の匂いだけはいい匂いする。ちょっと恥ずかしい話しか聞かなくなっちゃった。いやでも慎太くんもすごいもうキレキレでしたね、アクションやっぱり。若いからね。いやって言ってもやっぱさすがの遺伝子受け継いでるんだなって思いました。ちょっと顔が薄いんでね、あの衣装合わせするとき半グレの役なのに何着ててもいい子に見えちゃうっていう。かわいかったな。かわいそうな子、かわいそうな子かわいそうな子半グレ、不良っぽくはない。いい子感がちょっといじみ出ちゃって。最近の半グレはそうかもしれないですよ。今まで主役ライドをやってきた中でやっぱ当時は多分答えられなかったと思うんですよ。その今やってるのが一番だよって多分絶対言うと思うんですけど、終わってみてどれが一番、もう一番全部とかじゃなくてもう
不平等に一番をちょっとつけてほしいんですよね。もう不平等に一番、高田さん個人的にも一番中入ってて好きだったやつナンバーワン、その僕がやってきた18作品、そうです、そうです、この4作品じゃなくて、あ、いや、もうじゃあ全部含めて高田さんが入ってきたなんか、確かにこれ気になるね。いやどれもなんだよねっていう逃げ回答じゃなくて、うわ逃がさない逃がしてくんないです。あ、でもあのその作品やっぱりやるんだったら楽しくやりたいじゃない、はいはい、やっぱりあのブレードにしてもガインにしてもディケイド・ゴーストにしてもお話が重たいシーンっていうか話数が結構多い、うん、はいはいはい、そうでないとこれどれだけ遊べるか、そうですね、コミカルな部分、コミカルな部分、全然役柄、その椿がやった剣崎っていうのはそんなにコミカルなキャラじゃないじゃない、ないですね、またストーリーが重たかったからね、全然頭からね、はい、でもどっかで作りたいっていう、うん、でそこでなんか面白いのができたってなるとそこに思い出ができちゃう、はいはいはい、あ、できてあれ面白かったな、なるほど、ちょっと残せたみたいな、残せた、うん、何かしら残したかちょっと演出の一部になったみたいな感じになりますね、ただでどれって言われたらね、思い入れがやっぱ一番最初のアギトになる。アギト、それ勝てないですね、アギトな。戦隊から初めてこっちのライダーの方に来て、戦隊の方はまだその当時フィルムだったんだけど、こっち来てビデオっていうの初めてだったから、新鮮だったし、いろんな知識が全然なかったから、それでいろいろ覚えてあって、はいはいはい、真面目に答えたらアギトが。いやすごい、これ多分みんな結構聞きたくても聞けなかったりとかなんかする質問だと思うね。そうだね、なるほど。でも作っていく過程でやっぱこう最初だから試行錯誤やってるその過程がやっぱり記憶に残る。それが一番最初のアギト、僕個人のそのライダーの始まりがアギトなところあるから、アギトなんかライダーあるある言っていいですか、てか主演あるあるだと思うんですけど、ごめんなさい、ね、ぶっこんで僕の高山さんだからっていうのってちょっと強くないですか。あ、あるわかります、あるわ、僕それドライブが前だったんですけど竹内くんがすごい言ってくるんですよ俺の高山さんなんでしょう、終始安心して俺も龍馬に俺の高山さんだからあれはそうなんですか、高山さんが被ってる、そうです、高山さんが自分のスーツ以外に履いてたりとかすると若干嫉妬するやつです、そうですなんかもうなんか元恋人みたいな引き継ぎのさ映画あるじゃん、引き継ぎの映画、はい、あれでもう入ってんのは次の作品の中だし、そうです、ね、新番組の方、ちょっと寂しい思いするっていうのは、そうなんですよ、ね、まあ、毎年あるんだろうね、でもそういうの忘れられたなみたいな、これ坂本組の映画だったんだけど、はいはい、フォーゼ、ダブル、オーズのサンライダーで、はい、役者も変身前レンとか、はいはい、マサキとか福士蒼太とみんないる中で3人変身するんだけど、やっぱり聞かれること一緒だよね、誰どれやるんですかそうなんですよね、そうですよね、でやっぱ そこのやっぱ当時のメインライダーフォーゼか、フォーゼなんだけど、横でマサキとレンとか、シューバーのシューバーはぁあ、やっぱそうなんですねでもあのそこは坂本監督の計らいで変身カットだけは毎回俺着替えて、なんすかそれ、すげえいい話っす、オーゼ、オーズ、ダブル、その変身カットだけは俺がやって、で3人揃いになったらあの別なのに、今はやった、素敵すぎる、決めポーズを忘れていただけないですか、決めポーズが武器持ってたりとか、え、なんかありますね、そう、まあ別に写真じゃなければ、マジっすか、こうしてこうしてこうスラッシュしてからこちらが燃えてるの、すごい、あーってやってビッシュン、おー見える剣がなんかビューンダンス、はいはいはい、おーすごい、仮面ライダーディケイ、そうそう、これだけです、これだけです、でもちょっとした立ち方のね、全然違う、全然違いますね、ちょっと斜めってとか別人になったっていうか、ご一瞬 で, あで
このライダー4人だったら多分立ち方は変わる、はい、すごい。じゃあ次ガイム変身。変身はっ、おらはい、だここからは俺のステージだ。なんか嬉しいな、高岩さんが帰ってきてくれたみたいな。結構地味に久々ですよね、自分のなんか。あ、そう、そう、そう、はい、ちょっと立つよ、お前なんかやる。いきます。変身走んなきゃいけなくなっちゃうんですよ。あ、そっか、そっか、そうなんですよ。あ、じゃあお前ちょっとここつくこれ一回こう走って高谷さんも走れるわ。よし、ちょっと待って、覚えてください。はい、大丈夫です。変身で、こうちょっとで、行って、追っかけ、追っかけ僕だ。あー、そうです。こうなります。久しぶりだった。でもタンプグッドモーニング眠れる獅子、恥ずかしながら主演をやらさせていただきました。すごくあのエンターテインメントとして素晴らしい作品になっているなと自負しております。僕のツインで共演してきてくれてたあの4人も参加してくれて、すごく楽しい現場で、それがそのまま作品に出てるようにも思います。ぜひ何回も見てください。グッドモーニング眠れる獅子、ぜひご覧ください。今日はライブか。売れないアイドル綿貫レミ。私女優の仕事がしたいの。女優志望の彼女を支えるのはこの男。ルッチャー、しっかりしてよマネージャーさん。そのようにマネージメントさせていただきます。やる気だけは人一倍の新人マネージャー九条一馬。どうしようもない罵声のアイドルばっかのメスじゃん。受けます、そのオーディション。アイドルの仕事もろくにできないあんたが受かるわけないわね。絶対に諦めません、誰に何と言われようと。無理強いは良くないですか、マネージャーさん。レミだー、もうすぐ君は僕のものになるからね。グリムリーパーズ、死神たちって意味。ゲーム感覚で人を襲ったりする典型的なアドレナリンジャンキーね。連中初めから彼女を狙ってたみたいだ。邪魔する奴は容赦しねえぞ。アドレナリン量限界突破。本当に彼女のためですか。九条の心に秘められた過去とは。舐めてた芸能マネージャーが戦闘マシーンでした。なんでそんな無茶すんだ。目が覚めた。グッドモーニング眠れる獅子。